回の現場ですと、フォワーダーが荷台に材を積み込んでいて、まあ、両脇にステッキのようなのが立っているんですが、1.9 メートルのパルプ材ですと、2竹を積んで降りていっていけます。まあ、2.2 メートルの材もですね、2竹積んで、降りていっていて、まあ、今、積み込んでいる 3.65 ですとか3メートルの材は、まあ、ご覧の通り、降ろしていくことができます。国産の機械に比べて、こちらから見るとよくわかるんですが、荷台の中心部分が下がっていてですね、荷物を積み込む量を増やすと同時にですね、重心を下げる効果があって、非常に安定した走行ができるようになっています。フォワーダー作業をご覧になりながらですね、あとハーベスター、ポンセさんのハーベスターも、見ていただいて、写真等を撮られるようでご覧いただきたいですね。あと先ほど国産機で、実演していただいたケトウのヘッドを受けた機械もこちらに来ておりますので、ヘッドの方をご覧になりたい方は、近づいてきていただいて、またちょっとこちらでご案内したらですね、先ほどのバスの方に戻っていけばですね、今積み込みをしているガゼルが下に降りて、まあ、下ろ